はい、始まりました。ゆうご .tv です。本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。はい、一日一つの知識や知恵を学んでいきたいと思います。自分も初めて読む文章をインプットしながらアウトプットして同時進行していくので、今からとりあえず気になったお題の文章を読んでいきたいと思います。一緒に考えて学びましょう。はい。本日のテーマは、天国のような人生を歩む人、地獄のような人生を歩む人。こちらのお題を読んでいきます。私はまだあの世へ行ったことはありません。正直なところ、あの世にことについてはわからないとしか答えられません。ですが、この世に関しては、私が実際に生きて経験している世界ですから、よくわかります。この世という世界は、なぜ辛く大変なことばかりなのでしょうか。それは、この世は私たちにとって心を磨くために存在している修行の場だからです。何もしなければ、うまく生きていけないような世界として出来上がっています。一生懸命に生きる人が、この世では愛を感じ、報われ、幸せに生きることができるようになっています。一生懸命に人を愛したり、一生懸命に働いたりする人が少しずつ愛に気づき、生きることの喜びを知るようになります。生きることは確かに大変なことですが、些細な幸せに気づきさえすれば、この世は一点としても幸せな世界にもなります。そういうゆえんがあり、この世において心をきれいに磨こうとしない人は、うまく生きていけません。あなたが心をきれいに磨こうとする人か、そうでない人かで、人生が天国と地獄であるかのように、二通りに分かれてしまうのです。天国のような人生を歩む人。人のために一生懸命に生きる人。今を一生懸命に生きる人。辛い出来事も自分のためだと考えるプラス思考を持っている人。素直な人。正直な人。進んで学ぼうとする人。こうした人がこの世ではうまく幸せを感じながら生きていけるようになっています。それに対して、この世を地獄であるかのような辛い人生ばかり送ってしまう人は次のような人です。地獄のような人生を歩む人。一生懸命に生きない人。自分のことしか考えない人。人の悪口になるようなことをする人。悪口を言う人。この世の流れを乱そうとする人、嘘をつく人、勉強をしない人、こうした人は天罰とは言い過ぎですが、それ相応の辛い人生を送ることになります。いつまでも自分のことをしか考えてない人は、当然仲の良い友人もできず、愛を知ることもなく寂しく生きることになります。勉強をしない人は賢く世渡りすることができず、何かあるたびにつまずいてしまいます。勉強しない人ね。友人とも喧嘩したり、結婚してもうまくいかなかったりと、なかなか思うようにいかない人生となります。誰かが自分の人生の邪魔をしているかのような、うまくいかない人生を歩むことになるのです。誰かが邪魔をしているのではありません。自分からこの世に流れに反した生き方をしているため、すべてがうまくいかないだけです。この世でうまく生きていくためには、この世のルール、つまり流れに乗って生きることが一番重要です。川の流れとは逆に向かっても、いつまでも川の流れが強くなかなか前に進みません。しかし、川の流れに乗っていけば、ほとんど力を加えることなく、ぐん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 前に進むのです。人生も同じです。あなたが人生でうまく流れに乗って生きていくためには、素直にこの世の流れに沿った生き方をすることです。そのために、まずこの世とは、自分を磨くために存在する修行の場ということを気づくことが必要なのです。今日の格言。この世は自分を磨く修行の場と考える。なるへそね。確かにそうですね。お、立てこもり男の身柄確保。和歌山県発砲事件。確かにね、自然の原理に沿って、で、川の流れのように流れていけば自然とうまく流れに乗っていけるけど、反していったらなかなか乗れない。
最近僕もそれを気づきましたね。やっぱ自然の原理、自然に、行くのは、よく説得力はないけど、まあ自分の頭でなんとなくわかります。はい。何か、ご意見とございましたら、気軽にメッセージ、書いてください。共に学びましょう。教えてください。勉強して、魂を成長して、自分の人生を向上させていきましょう。はい。それではまた明日ご覧ください。バイ。